もしもし、ママ?ママじゃないぞ。ママじゃないぞ。はい、というわけで、はい。まつりちゃんです。まつりだよ。ママじゃないぞ。ママじゃない。おう、ママ探してんの?ママ探してる。あ、そうなの。そう、ママ。はぐれちゃったの、ママと。そう。見つけたでも。ママじゃないって。ちょっと真面目なんですけど、はい、サクッとで大丈夫なんですけど。あ、なになに?真面目な占い?うん。存在意義を。存在意義?そう、そう。怖い怖い。何それ?どういうこと?まあ、100万人も行ったじゃないですか。うん。で、一期生ライブとかもできて、まあ、割とやりたいことがすごくできる年だったんですよ、今年は。すごい。あ、なるほどね。ことに。はいはいはい。だからこそ、うん。今後の目標がちょっと悩みどころもありつつ、なるほどね。こう、ホロライブのみんなで楽しいことをいろいろやっていきたいんですけど、うん。どのポジションにいればいいのかなとか、その存在意義。これは占いでも何でもないんだけどさ、うん、はい、なんかさ、誰かのために存在しようと思うよりも、自分が何をやりたいかで存在した方が楽しいと思うぞ。祭りは誰かの何かになりたいってこと?あ、そう、なんか誰かに何かをしてあげたりとか、まあなんかプレゼントとかもそうなんだけど、うん、なんか誰かのために、あれなのかな、それが自分のためなのかもしれないんですけど、それでありがとうとか、うん、楽しかったって言ってもらえることが人権って思う。誰かに認めてもらうことっていうことが一番に重きを置いてるってこと?あ、そうそう、それが祭りの喜び、うん、まあ普通に、じゃあ祭りちゃんについて占ってっけど、うん、祭り存在意義っていうのを示せるかどうかわからないんだけど、周りの人がどういう風に感じたりとか、なんかこれからどういう風にしていけばいいかみたいな道は示せるかもしれない。お願いします、先生。うん、ただ、自分自身のなんかこう存在意義みたいなのを考えるのは自分でやらなきゃいけないかもね。なんかそんな、あれなの?深刻な感じ。悩んでるの?ちょっと、あれかもしれないんですけど。なるほど。結構深刻ですね。いや、なんか今日占いに来た人の中で一番深刻かもしれない。うん、現在の状況はですね、何かに焦っているなら焦らずに、焦らない方がいい。焦らない方が、良い方向に行く。うん、なるほど。まあ、それが何かわからないけど、何かで焦っているんだったら、焦ってやらなくていい。うん、なんかじっくりやった方がいい。っていう感じのカードかな。あとはね、金運は上がってます。おぉ!そう。まあ、悪くないかな。今は、そこまで。悪くはない。うん。そして、近未来。割と現状維持みたいな感じと、ちょっとマンネリみたいな雰囲気が出てくるから、ただね、焦らないでほしいんだ。あの、現状でやっぱり焦るなっていうカードが出てるから、近未来でやっぱりこう、ちょっと焦りやすい時期に入ってくるんだけど、うん、マイペースっていうのを心がけた方がいいかもね。マイペース。焦ってもいい状況にはならない。周りから見た祭りは、なんかどちらかというと、こう一緒にいたりすると、結構なんかほだされるというか癒されるというか、うん、まあ愛嬌ある感じで、まあ猫みたいなタイプではあるから、そうだから別になんか自分嫌われてるんじゃないかとか、そういうのを考えなくても別にいいよ。親身に話をしたいと思われるような雰囲気が今出てるから、うん、だからまあ、なんかこう、祭りの存在意義は何なんだろうとか今ちょっとさっき言ってたんだけど、なんか自分が思うほどそんなにネガティブな印象はないかな。うん。うん、何泣いてんだよ。どうした?大丈夫か?不安になりすぎだろう。どうしたよしよし。ごめん。うん、大丈夫だね。よしよし。祭りの深層心理。ちょっとこう、ミスが出たりとか、うん、甘い部分がちょっと出たりとかしやすいから、そこ、うんうん、甘く考えちゃうみたいなところが結構あるから、うんうんうん、そこちょっと引き締めた方がいいかなっていうのと、はい。問題点としては、なんかこだわりすぎるの良くないかも。なんか自分をもっと解放してあげた方がいい。なんか一つのことにこだわりすぎて、
とらわれないようにしてほしい。なんかいろんなことを考えたりとか、辛いかったことを辛いことばっかりを考えるんじゃなくて、楽しいことも考えたりとか、何かにこう心を縛り付けることをがどんどん自分を苦しめるから、依存しないように頑張った方がいいかも。あまりこう一点を見つめすぎずに、いろんな情報を取り入れることで強くなれる。わかった。うん。で、総合のカードで大アルカンなの。まあ、少しね、やっぱりこうちょっとエンジンがかかりにくいところあるのかもしれないけど、うんうん、まあ、でもそんなに悪いわけではない。ちょっと自信が足りないかな。こそなんか変なことやっちゃったりとかするかもしれないんだけど、今の祭りに大事なことは慢長じゃないけど、こうじっくり何かをすること、はい、焦らないこと。そう、焦らないでじっくりすることが大事だから、自信を育てていくのがいいと思う。ちょっとずつ。そして最後にアドバイスカード、はい、はちょっと死神のカードが出てるんですが、ただ死神のカードは別に悪い意味ではないただこれアドバイスアドバイスだから、アドバイスか、うん、そうか。弱気になるな、くじけるな、うじうじするなみたいな。はい、はい、うじうじすることによって、うん、何も変わらないことに気づきましょうみたいなアドバイスカードです。そして新しい自分になるというイメージを持って、古い殻を脱ぎ捨てて、もうそれを捨ててしまおうっていうようなぐらいの方がうまくいきやすい。わ、はい、かりました。はい、一皮むけますなんかこういう悩みでさ、存在意義とか言い出した時点でちょっとなんかこう自信なくなってるのかなっていう雰囲気はまあ正直感じるんだけど、まあいろんなことやりたいことできたからこそ、目標っていうのが見失いやすいとは思うんだけど、なんか多分自分がやりたいことをまず考えてみるのもいいのかもね。なんか周りに認めてもらうより前に、例えばだけど、じゃあ自分にとってなんか何を一番やりたいのか、歌が一番やりたいのか、ダンスが一番やりたいのかとか、うん、ゲーム実況がやりたいのかとかさ、はいはいはい、なんかエーペックスの大会でもっと活躍したいとか、いろいろあると思うんだけどさ、うんうん、なんかまずは自分がどういう存在になっていきたいのかっていうのを考えた後に、その後でいいんじゃないかな、周りにどうやって必要にされるかを考えるのは。わかりましたありがとうございます。いやいや、なんかさ、自信なさそうだったけど、うん、なんかあんまり悩みすぎないようにね。ママママではないけど、ママおっぱい飲ませてやめろ、おっぱいはやめろでも本当にありがとう、はい、いやいや、まあなんかね、はい、頑張っていこう、うちも頑張る、一緒に頑張るからね。